はい、こんばんは、高野くもです。今回はですね、ピアニストビル・エヴァンスのマイ・ベスト5・ファイブというお題目でおしゃべりしていきたいと思います。私が好きなビル・エヴァンスの演奏。あくまで私が好きなですね。世間的に、あの、これが名番だと言われているから好きだーっていう理由だったりとかね。あと、演奏で高度なことをやっているからとか、エポックメイキングな作品演奏とかね、歴史に残る素晴らしい演奏をしているからというような、 感じではなくて、あくまで私のフィーリングでね、いいなと思ったものを選んでおりますので、だいぶ世評からはずれているような気もするんですけど、でも迷いに迷いに迷いまくりましたね。やっぱビル・エヴァンスってものすごく思い出のあるピアニストですね。何せね、私がジャズを聴き始めて、一番最初に自腹を切って買ったジャズのアルバムがビル・エヴァンスのポートレート・イン・ジャズだったりもしますのでね、それからどん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 いろんな ジャズを聞きりビデオ・エヴァンスに戻ってくるたびにですね、実はこの人すごいピアニストなんだなっていう思いをまざまざと感じているんですね。そう、ビデオ・エヴァンスばっかり聴いているよりも、例えばフリージャズ聴いたりとか、あと他の管楽器を聴いたりとかですね、ビッグバンド聴いたりとかして、またたまにビデオ・エヴァンスに戻ってくるたびにですね、そのビデオ・エヴァンスの立ち位置みたいなもの、表現の美意識みたいなものが逆に相対的に確認することができるわけですよね。それでまた離れて、 離れるってほ他のジャズとかはいろんなジャンルの音楽を聴いてまた久しぶりにビデオエヴァンスに戻ってみるとやっぱり表現力っていう面で置いてみればこの人かなりも高度なレベルに達しているなってことがまたわかるわけですねそれでまた楽器習ったりとかですね楽器演奏したりとかですねいろんな人の あのピアノの人とと演奏ししたりとかしてそれでまあ自分自身の肉体感覚でもジャズを理解してまたビル・エヴァンスに戻ってくるとこの人すげえじゃんみたいな達人じゃんみたいな感じにねただ単に達人といってもただ上手いというね悟りを開いたという意味での達人じゃなくてめちゃくちゃ人間味にあふれるですね達人じゃんということも分かってきたりとかもしてですね本当いろんな経験値が上がれば上がるほどビル・エヴァンスの凄さというものが分かってくるわけです。ただ単におしゃれなピアニストなので わけじゃないんだぜってことが聞けば聞くほど分かってくるようなピアニストなんですよねだから人によってビドエバンス感が違うと思うんですけれども好きなビデオエバンスを あげてもらえば、大体その人のジャズ感だったりとか音楽感分かってしまったりする、ある意味恐ろしいリトマス試験史的なですね、役割も果たしちゃってるんじゃないかなって思うぐらい、ビデマス、大体有名じゃないですか。大体ジャズ聴いてる人は、ビデマス聴いてない人ってほとんどいないと思うんですよね。そういう人たちがビデマスどう感じているのかだけでも、結構ね、 あこの人とは話合わないななんて思っちゃったりとかですねあのいやなかなかこの人センスいいななんて思っちゃったりも私はするんですよねなので、まあ、今回はですねちょっとビル・エヴァンスに関してはいつか、まあ、いつアップしなきゃなとずっと思い続けてはいたんですけれどもまあねもう少し聞き込んでからもう少し視野広げてからにしようかななんて思っていたんですでも考えてみたらですね 去年私、ビル・エヴァンスのマイ・ベスト3っていうのを寄稿して雑誌に掲載されてるんですよね。あの、去年の2019年のジャズ批評の5月号の特集が、ビル・エヴァンス生誕90周年記念っていう特集だったんですけどそこで私が選ぶビル・エヴァンスマイ・ベスト好きな演奏3つを選んで、で、なんで好きなのかっていう意見を書いて、それで寄稿してるのがもう取り上げられててですね。で、私も迷いに迷いに迷って、 たどり着いた結論がその3枚なので今回発表するのも実はまあその基本去年私が雑誌に書いた内容とほぼブレてないというか変わってないんですね基本的に今の私のビデオエマンス感っていうのはだからお読みになった方はねご覧になった方はあだい大体想像つくなって思われた方もいらっしゃると思うんですけどあんまりそこからは外れていませんやっぱりね あの出来不出来とか歴史的名演名盤とか何か新しいことに挑戦してだ記念碑的作品とかそういったものを離れて私の個人的趣味でやっぱりねベスト3に入るあのアルバムも入っておりますのでまあ興味ある方は最後まで聞いてくださいまた長くなりそうですけどできるだけコンパクトにまとめていきたいと思いますのでじゃあ第5曲目いってみましょうねマイベスト5 えこれはですね、ブルーイングリーンにしようか、ソーファットにしようか、めちゃくちゃ迷ったんですけれども、あの例の、カインド・ブ・ブルーですね、マイルス・デイビスのリーダー作のね、まあ、ビド・エヴァンスがいたからこそのアルバムだとも私は思っていますけれども、えー、迷いに迷いに迷いに迷った結果、でもやっぱり、なんだかんだ言って、一番よく聴いてる回数で、まあ、数えてるわけじゃないんですけれどもね、たぶんこれっちの方がよく聴いてるだろうなということで、 選んだのがやっぱりイントロビレバンスのピアノのイントロいいですねあと硬いタッチなんだけれども緊張感とあと緩和みたいなものを演奏にもたらしているですねでもやっぱり緊張感の方が強いのかな独特のビレバンスのハーモニー感みたいなもので 演奏のムードを決定づけているんですよね。ピアノ鍵握っていると思います。まあもちろんね、ジミーコブのシンバル、レガートなんかもすごく私は好きなので、まあそのあたりがすごくですね、こうストイックな感じだけど美しい感じ。で、淡々としているんだけれども、内なるものすごいエネルギーみたいなものも感じさせるみたいな。特にマイレスのラッパーにはそれ感じられますけれどもね、スタティックで音数少ないんだけれども、ものすごく実は、 力がこもっているみたいなね、ものすごいエネルギーを隠しているみたいな感じがする、マリスのトランペットもいいんですけど、まあそういうね、不思議なムードが混然一体となって、一つの、このアルバムにしかない雰囲気を形成しているんですけれども、それの本当に大きな一億になっているのがビデバンサと私は思っているんですけれども、やっぱりその カインドブ,ブルーというですね、アルバムのムードを決定づけているのは、やっぱり冒頭のソーハットだと思うんですよね。ビルエマンスのピアノソロも素晴らしいですしね。やっぱちょっとあの硬い、私ビルエマンスの三連っぽい和音の連打が結構好きなんですよ。タタタタタ,タって。これは、 ビディエヴァンスいろんなところでもう初期の頃から弾いているんですけれどもこのノリというかこの硬さみたいなものあの黒人ピアニストとは違うちょっとカチッとした硬さみたいなところと微妙な角が本当に微妙に丸くなっている柔らかさみたいなものがそのノリとあとためみたいなものはエヴァンス独特のタッチだと思うんですねでそれ感じられるのはブルーイングリーンのハーモニーもめちゃくちゃ綺麗で好きなんですけれどもどっちかというとソーファットのですね やっぱりリズミックな中でもう少し躍動感のあるリズムの中で発揮するあのビル・エヴァンスのワウン・レンダみたいなものが私すごくね、聞くたびに背筋がゾクッとするぐらい好きなんですよ。なので、えーね、捨てがたいんですけどね、ブルー・イン・グリーンとかフラメンコスケッチーズとかもね。でも、えー、今回はちょっと、今回もなんですけれどもね、あの、ジャズ批評にもそソーハット確か選んでたような気がするので、えー、ベスト5には。 マイルス・デイビスのカインド・オブ・ブルーバージョンのソーファットを選ばせていただきました。続いて第4位。これはグロリア・ズ・ステップですね。グロリアっていうのはスコット・ラファローの恋人の名前です。ダンサーだそうです。だからグロリア・ズ・ステップなんですけどね。グロリア・ズ・ステップのテイク2が好きです。これはサンディアット・ザ・ビレッジ・バンガードに収録されているとても美しい曲なんですけども、ね、ライブ演奏、ビレッジ・バンガードで演奏されていた客席 ガラガラのビデャッジヴァンガードで演奏されたもの。まあ、ワルツ・フォー・デビーとかね、エクスプロレーションズとか分散収録されてますけどね。それにプラスして、スタジオ録音されたポートレート・イン・ジャズを加えると、リバーサイド4部作と言われて、い,いわゆるスコット・ルハローがベースで、 ポールモチャンがですね、ドラムスというですね、この奇跡の3人のトリオによって演奏されたもの、をリバーサイド4部作って呼ばれていて、多くのビル・エヴァンスの方、ビル・エヴァンス好きの方、あるいは入門者はここから入る方が多いと思うんですね。私の例にもれず、ポートレート・イン・ジャズから入って、次にワルツ・フォー・デビから入ってますので、おそらくビル・エヴァンス定番ということで、一番最初に、 持ち上げられているか紹介されていて、で、さらに多くの人が購入して聞いたりするのが、まあ、このあたりだと思うんですけれども、残念なことに、ここ止まりなね、人が多いんですよ。この4枚聞いて、あ、ビデオエマンスわかったあ、大体こんな感じだか、みたいな。あとは、まあ、ちょっとトランペットが入っているからということで、フレディ・ハバードが入っているね、インタープレイ聞いてみたりとか、ビデオエマンスとのインタープレイもいいよという世評で、マイファニーバレンタインに入っている、 アンダーカレント買ってみたりとかね。まあ大体それぐらいかとあとあの、お城のエヴァンス、ジャケットが有名だよねってことで、あのジャック・ディジョネットがドラム叩いているね、アット・モントルを聴いてみたいな、大体そこら辺でビル・エヴァンスの探求が終わってしまう人たちがとても多いのが、とても私は残念なんですけれども、でもやっぱりね、このリバーサイド4部作っていうのはどうしてもやっぱ外せない作品群であることには変わりないわけですよね。だから私迷ったんですよ。本当ね、全部ね、この中の曲好きなので <laughs>、だけど他のアルバムも選べ たいのでアルバムからの演奏も選びたいのでまあバランス考えると。 リバーサイド4部作の中から1曲ぐらいしか選べないだろうなと思ったら、本当私好きなんですよ。マイフリッシュ派とも好きだし、ワルツ・フォー・デビーも好きですしですね。ワルツ・フォー・デビーに入っているマイルストーンズもスコット・ロハルのベースがものすごく好きですしね。あと、カレハも好きだし、カム・レインはカム・シャインなんかもものすごい好きですし、あと、What Is This Thing's Called Love っていうのもね、ポートレート・イン・ジャズに入っているこの演奏も私躍動的でものすごく好きなので、昔やってたラジオ番組の冒頭のイントロにも使ったことがあるぐらい好きなんですね。あと、イスダイルも好きですしですね。 もう、ビューティフルラブも好きだし、スプリングズ・ヒアも好きだし、ソーラーも好きだしね、もう上げれば切リがないね、スイタンド・ラブリーも好きだし、ビューティフル・ラブも好きだし、みたいなね、不思議の国のアリスも好きだしと、もうリバーサイド4部作の中からもう1曲だけ絞るってめちゃくちゃ至難の技ではあったんですけど、今日めちゃくちゃって表現すごい多いですね、私ごめんなさい。まあ、ちょっとガキっぽいななんて思うんですけど、まあ、大体私の喋りガキっぽいところを言うので勘弁していただきたいんですけれども、<laughs> まあ、 そのようにですね、どのようにって感じなんですけれども、まあ、ええー、とね、選ぶとしたらっていうことで、まあ、ここしばらくの気分はグロリアズステップスかななんて思いましてですね、しかもテイク2がいいかなと、他にね、あの、コンプリートのビレッジヴァンガードのボックスセットなんかだとね、途中で、 停電してしまってテープが止まってニューンってなって一旦止まってまたもわーってあの演奏が再開録音が再開されるようなバージョンもあったりもしてグロリアズステップねなかなかそっちのバージョンも私好きだったりもするんですけど、まあ、ここはオーソドックスにサンデーアットザ・ビレッジ・ヴァンガードというですね、まあ、オフィシャルなアルバムに収録されているテイク2を選びましたと、まあ、スコット・アルファルのベースがいいんですよあともうテーマが美しいんですよねでやっぱりスコット・ スコット・ラファロのベースもね、タランタタタタンって、ビレバンスがすごい美しい旋律奏でるじゃないですか、スコット・ラファロが作った旋律、それでドドンってスコット・ラファロが低音で入ってきて、ポイントとなるところでですね、スコット・ラファロって、もう伴奏というかは鼓動を送り続けているんですよね。どういう思考パターンですごいフィットしている素晴らしいベースなんですけど、なんでここにこういうベースラインを置くんだみたいなね。 ラファロのの謎みたいなのもすすごく感じられるですねこのタイミングといいですねこのフレーズといいですねどうしてここにみたいなのがすごく多いんですよねでしかもそれがめちゃくちゃ合ってるんですよそこがね 面白いし不思議だしでさらに一つのも光り輝くですね芸術作品として昇華されているんですよねそれを象徴するのが、まあ、他の演奏もそういう演奏多いんですよだけども最もそれを強く感じるのが私の場合はグロリアズ・ステップなのでマイ・ベスト4はビル・エヴァンスの演奏もさることながらスコット・ロハロのベースも素晴らしいということでベスト4にはグロリアズ・ステップを選ばせていただきました えー、ということで次はマイベスト3いきますねストレートノーチェイサーですねこれはホワッツニューというですねジェレミー・スタイグというフルート奏者が参加しているアルバムのアルバムに収録されているなかなかこれアグレッシブで攻撃的で素晴らしいアルバムなんですけれどもねまあか枯れ葉もやってますしソーハットもやったりもしていますので躍動的なビド・エバンス攻撃的なビド・エバンスを味わいたい方はぜひ 気にななっていいたただきたいアルバムなんですけれどもねこのファッツニューに入っているストレートノーチェイサーこれねセロニアスモンクの曲をビル・エヴァンスはすごく鋭角的かつ攻撃的にね吹い,ている吹いているのはジェルミー・スタイグです弾いているんですよねなかなか刺激的でかっこいいですだからこのねファッツニューを聴けばビル・エバンスは単におしゃれなだけのピアニストではないということがものすごくよくわかると思いますよあのやっぱりね 代表とされる曲がマイ・フリッシュ・ハートとかワルツ・フォー・デビーとかねあるいは躍動的ではありますけれども枯れ葉だったりとか割と聞きやすいメロディアスな曲が演奏が代表曲として選ばれたりしていることが多いので,でそれすごく綺麗に丁寧に演奏しているのが多いのでやっぱりビデマンスに対する世間的なイメージでやっぱりスタティックなピアニストおしゃれなピアニストみたいな静かなピアニストねスタティックねあのだからそういうイメージ持たれる方が多いと思うんですけどそれはあくまで デビルエヴァンスが持つ一面に過ぎないと思うんですよ、私は。 実はかなりどうも肉食なピアニストだと私は思っております。まあ、それね、例えば坂本龍一もそうなのかもしれませんね。私、あの教授好きで、もう本当にね、ジャズ聴く前からっていうか、もう小学校5、6年生の頃からずっと YM 好きだから、もう追いかけてるんですけれども、彼もまあ、やっぱりキャリア長いから、さまざまな作品発表してるじゃないですか。で、やっぱり世間的な坂本龍一に対するイメージって、やっぱり戦場のメリークリスマスのメリークリスマス、ミスター・ローレンスって曲だと思うんですけれども、あと、 エナジーフローとかね、それで癒し系ピアニストとかって言われたりして、すごくスタティックで、ハーモニーが綺麗で、メロディアスで美しい。 曲を作る人あるいは演奏する人っていうイメージ坂本龍一にあのつきまとってはいると思うんですけどそっちも坂本龍一の本質であるとは思うんですよものすごくクラシックと特にねドビュッシーあたりのハーモニーとかものすごく研究してすごく丁寧なコード付け和製付けですよねあとコード進行みたいなものすごく繊細で美しい曲を作り出す人なんですけどその一方でめちゃくちゃ攻撃的な人でもあるんですよだから私が一番好きな アルバムまあ1番って絞りきれないんだけど強引に私が坂本龍一が好きなアルバム3枚選ぶとしたらうん3枚でも絞りきれないって感じなんですけどもっともっといっぱいあるんですけどやっぱりね B2 ユニットなんですよあそれとかエスペラントとかねあとはキャズムですよねこの3枚めちゃくちゃ攻撃的なアルバムなんですよもう本当ノイズだけの曲みたいのもあったりもしてですね でやっぱりね音楽の分かっている人が音楽の結構確信みたいなすごい深い部分を。 に触れてしまった人が作る音楽ってのはノイズでもね、ね、やっぱ、ね、美しいんですよ、音楽なんですよ。まあ、例えば極端な例を挙げると、えー、と例えば B2 ユニットだとね、ディファレンシアっていうボトの曲があるんですけど、ほとんどもうドラムとノイズだけなんですけれども、で坂本龍一もあの素人ながらつんのめるドラム叩いているんですが、そのつんのめるドラムがものすごく、ね、音楽してるんですよね。このドラムをいいて切ない気持ちになる って言ってた関係者の方もいらっしゃるぐらいねやっぱり攻撃的でありながらもメロディーはないけど音楽的なんですよあとキャズム先ほど挙げましたキャズムこれはあのね1曲目の韓国語ラップのねアンダークールドで 一時期ちょっと注目浴びた作品ではあるんですけれども、それもものすごく好きなんですけれども、その次の2曲目のコロっていうね、アップルシードというアニメの映画にで使用された、本当ノイズだけの曲、これめちゃくちゃ美しいノイズだと私は思うんですよ。コロとかめちゃくちゃ好きなんですよね。あとはエスペラント、他の動画でも紹介したかもしれませんけど、特にもうこれアルバム全体がもう一つのストーリーになっていると思いまして、当時最新だったですね、オーストラリアのフェアライト CMI というコンピューター、 この時期のデジタルシーセサイザーを全面的に押し出して作ったかなりアグレッシブかつ攻撃的なダンスミュージックなんですけどもかなりエスニックな要素も盛り込まれたものすごい攻撃的ですよもうヒリヒリするぐらいねだからそれぐらいですねやっぱり美しさを知るものは攻撃的なもの、鋭利なものも美しいなって私は思ってるんですけどエヴァンスンまさにそうなんじゃないかなと私は思っています だから武術の達人とか格闘家って普段からずっと攻撃的なわけじゃないですか戦う時だけ強いみたいなね普段はすごくニューアーで優しい人だったりもするんですけどその優しい面だけを見てあの人いい人だ優しい人だみたいなニコニコしてる人だっていうのはその人の一面しか見てないわけですよねその修羅の道とかその狂気みたいな戦うことへの狂気みたいなところ全く見てないであのオフィシャルに普段見ている 普段見せる顔みたいなところしか見ていないのでその人が持つ奥底みたいな内面の攻撃性みたいなところは全く見ないで評価下しちゃってるような感じな,な,なのと同じような気がしますビド・エヴァンスのそういう。 まあもちろんね、あの、美しい曲いっぱい奏でているんですけれども、それだけじゃないよと本当に攻撃的になると、実はこの人はやっぱりね、若い頃とか、すごい環境でピアノ弾いたりしてるわけですよ。あの、ニューオーリンズに1年ぐらいいたのかな高音多湿のところでピアノの調律狂いまくっているところでですね、それでもピアノ弾かなきゃいけないってことで、 でも狂いまくったピアノでね、こうギターとかベースのように気軽にチューニングできないじゃないですかピアノってやっぱ調律師呼ばなきゃいけないような環境の中ででもちゃんとアンサンブルするためにはわざと鍵盤をどのようにずらしていいのかあるいはそのチューニングのずれたピアノの鍵盤の位置を熟知して同じワンをと同じ置から配分で押さえるんじゃなくてここの ピッチの狂ったところは優しく抑えて、ここはちょっと強調するために強く弾いてみたいな、指のタッチのコントロールみたいなのも自然に現場でマスターしてる人なんですよね。なので、 表現力っていうね、技術的な面においてもその表現力っていうめちゃくちゃすごい人、まためちゃくちゃって言いましたね、すみません。まあ別にいいんですけどあの、そういうのもすごい優れた人なんですよ。だからそのようなあの修行、もちろんクラシックもものすごく練習してきた人なので、クラシックの素養もありますし、で、現場でも鍛えられていると。 で、さらには、マイルス・デイビスのバンド、短い期間、在籍期間ではあったんですけれども、なんで白人雇ったんだとかね、あの白人白いやつ誰なんだなんてライブハウスとかで演奏ね、よなよな言われながらもね、逆人種差別とかいっぱい受けてきた、そういう人生体験も積んでる人のピアノですよ。だからそういうね、ものがあるがゆえに、 美しくきらめくピアノのタッチが出てきてるんじゃないかなと私は思っているんですけれどもねそのようなビド・エヴァンスのある意味すごくアグレッシブな面がとてもわかりやすく出ているっていうのがねあのファッツニューのアルバム全ての曲がそうじゃないんですけどね、まあ、スパルタかサイのテーマとかねちょっと泣けるピアノも弾いたりもしているんですけれどもでもまあやっぱりね 一番こう、例えばマイフリッシュハートとか、ワルツフォーデビーとかでうっとりってした頭を吹き飛ばすには、やっぱストレートノーチェイサーが一番いいのかな、なんて思ってましてですね。で、私自身もすごくよく聞いているので、やっぱりストレートノーチェイサーは外せないかな、なんて思いまして、マイベスト3に選ばせていただきました。じゃあどんどん行きます。マイベスト2はですね、2位は、えー、サムでマイプリンスウィルカムです。いつか王子様が。 と言っても、さあ、どのアルバムだってなりますよね。ポートレート・イン・ジャズでも演奏してますし、ライブでもよく演奏してる、あの特に有名なのは、ライブ・アット・モントルの、ね、ジャック・ディジュネットと、あとはエディ・ゴメスがベースのバージョンとかでも、かなり激しい演奏していますけど、私が好きな、ですねサムデマイ・プリンス・ウィル・カムは、コンセクレーション・ザ・ラストなんです。 そうなんです。私はコンセクレーション・ザ・ラストがものすごく好きなんですね。ビデエヴァンス最後の、本当に死の直前のライブ版、キーストン・コーナーズで演奏された演奏のテープが残っていたので、それで死後、しばらく経ってから発売されたんですけど、今、いろんな形で発売されていますけれども、この時のビデエヴァンスのコンディションっていうのは、決して良いものではないんですよね。入院勧められていましたから、友人からも医者からも、入院すれば、2ヶ月ほど入院すれば治るよって言われて、 死ぬ必要はないんだよみたいに言われてたんですけれども何かに取り憑かれたように友人だったりとか医師からの助言アドバイスそういうのを全部振り切ってですね今日死ぬかもしれないのにピアノに向かうその男の狂気みたいなものが感じられるんです執念みたいなその時のビル・エヴァンスの指輪もブクブクに膨れ上がってですね ビデマスってもともと指太い人だったらしいんですよね。あの、ミシェル・ペトロチアーニのインタビューを昔読んだことあるんですけれども、まあ、ペトロチアーニも冗談めかして言ってたのかもしれないんで、本当かどうかわかんないですけど、ビデマスの指はとても太いと。だから、 ホットドッグのソーセージをじ、あのー、と間違えて、ホットドッグ食べてるときにね、自分の指を噛んで食べてしまったと。で、すごく出血してしまって、いていててててとなってしまって、その日のライブ演奏はキャンセルしてしまったって逸話が残ってるぐらい、ビルーマンスの指は太いらしいんですよ。で、その太い指がさらにもうむくんで、もうピアノなんて演奏できる状態じゃないぐらい、もうブクブクに指が、 太ったみたいなんですよむくんだみたいなんですよそれでもピアノに向かうみたい何かが疲れたようにピアノに向かうっていうねそういうビル・エヴァンス晩年の ビル・エヴァンスの演奏が記録されているのが、キーストン・コーナーズでの演奏なんですけどもね、まあ、私の場合は、それが発表されて一番最初に発売されたあ、確か日本のアルファから発売されたやつをですね、なぜか私の誕生プレゼントに当時付き合っていた私の彼女からプレゼントされたので、ちょうど発売されてちょっと数ヶ月経った後なんですけどもね。でそれを、 今でで、も愛嬌してるんで、まあ、私の彼女って別れた女房なんですけれどもね。<laughs> で、だからという思い入れは全くないんですけれども、最初はね、あのいや、ビル・エヴァンス好きだってことを知っててあくれて嬉しいななんて思って、まあ、聞いてたりはしたんですけど、聞けば聞くほどですね、なんか悪魔に取り憑かれたような気分になっちゃうんですね。もちろんそういうエピソードを知って聞いているという先入観も手伝ってなんですけど、聞けば聞くほどですね、 本当に星が最後燃え尽きようとする前に最後にパーって明るくなるような最も明るい瞬間でその明るいさがパンとこと消滅しても次の0.1秒後にはもう漆黒の闇が来るんじゃないかっていうね恐怖感みたいなものも感じながら聞いちゃっているので非常に演奏自体は荒いですよ、はっきり言って。もう あの何選ぼうか、もうすごい酒とバラの日々なんかも私、この演奏、コンセクレーション・ザ・ラストで好きなので、あと、You and Night and the Music も好きなので、まあ、全部いいんですけれども、<laughs> マイ・ロマンスとかも好きなんで、でも全部ね、せいでるってるというか、走ってるというか、行き急いでるというか、引き急いでる感じがするんですよ。まだまだだあと俺のの生涯の中では ピアノの鍵盤、あと3億回ぐらいは押さないとダメなんだでもまだ足してないぞもっともっと鍵盤を押さないとみたいな弾かないと弾きたい音がいっぱいあるでも追いつかない追いつかない,いやでも時間命のリミットは限られているだけれども弾き切れていないもっと弾かなきゃみたいなねそういう切迫した思いとだけども俺はピアニストだピアニストビル・エヴァンスだもっと 美しくあらねばならないっていうね、ピアニズム、俺の美学を貫かねばならないみたいなね、そういう男一匹バカピアノ弾きみたいな、バカってもちろん褒め言葉ですよ。こんな状態になってでもですね、ピアノに向かうのはもうバカ以外の何者でもないんですけど、そういう愚直なところに私はビル・エバンスのもう芸術家としての豪といですね、そういう素晴らしさみたいなのをバカと表現してるんですけど、男一匹ピアノバカ入婚のですね、 あの表現が聞けるんですよコンセクレーション・ザ・ラストにはですね。でその中で、まあ、選ぶとしたら やっぱりサムでマイプリンスウィルカムかななんて思っておりますもう本当にねフレーズ的にはあの新しいフレーズとかないんですよで結構ビル・エヴァンスの「テクセで弾いてるところも多いんですよだけれども同じテクセだからといって昨日のテクセと今日のテクセが同じ表情をしているとは限らないじゃないですかあと10年前に弾かれたフレーズと今日こういう気分で弾かれたフレーズ同じだからといって同じとは限らないですよねその音の音隅っこに こもっているなんか感情のシミみたいなものとかそういうものが付着していたりもすると感じ方って全然違うわけですよねだから私の場合はこのサム・デイ・マイ・プリンス・ウィルのもうきらめくピアノの一音一音についてもあるですねビル・エヴァンスの人生の中の生涯のですね赤みたいなものとか情念みたいなものとか苦悩みたいなものでそれを全部もう なかったことにするかのようなも,うものすごいエネルギーとパワーみたいなものを感じられてですねこれ曲がいい演奏がいいというよりはそのビル・エバンスがサムで「マイ・プリンス・ウィル・カム」という曲を媒介として放射されるエネルギーを浴びているっていう感じそのエネルギーが好きっていう感じですねまあこの「マイ・プリンス・ウィル・カム」に限らずこのコンセクレーション・ザ・ラストに付着している奇妙な エネルギーみたいなもの、死の匂いがつきまとっているんだけれどもだけれどもそれと相反するかのような,なんか生命のエネルギーみたいなものをすごく感じられるのでコンセクレーション・ザ・ラストは私にとってはもう欠かせないアルバムの3枚のうちのものと1枚ですよね。でということで無理,無理してお勧めしませんこれ本当に個人的な思い出があるのでね あと、私のすごく妄想も働いたりもしていたりもするので、音楽的にどうのこうのって言うんじゃないんですよ。もう人間的に、人間が放射するエネルギーのどうのこうのって、ちょっとオカルトな世界にも入ってきちゃうようなところもあったりもするので、もし出来のいいビル・エヴァンスを聴きたいんであれば、やっぱりリバーサイド4部作とかね、カインド・ブルーあたりから入っていただくのが一番いいと思うんですけれども、それを超えてもっと人間・エヴァンスを味わいたいということであれば、 サブでマイプリンスウェ Way c を聞いてください。コンセクレーションザラストのね。はい。ということで、最後の1曲目、マイベストワンいきます。これはですね、あなたと夜と音楽とです。 まあ一口にね、You and Night and Music と言ってもですね、ビル・エヴァンスはいろんな時代に、いろんなフォーマットで、いろんなアルバムで、あなたとよると音楽と演奏しているんですね。だから、お前が好きなバージョンはどれじゃいと思われるかもしれませんけど、私が好きなバージョンはですね、えー、リバーサイドのですね、グリーンドルフィン・ストリートというアルバムに収録されている。 バージョンですね、まあ、他にもねフレディ・ハバードとやっているインタープレイのバージョンとかあと先ほど熱く語ったコンセクレーション・ザ・ラストというアルバムでもやってるんですよ亡くなる直前にも演奏してるんですけどこちらの方私が好きなのは1959年初期のエヴァンスのまだ硬さが目立つエヴァンスなんですよで 結構ね死ぬ前の演奏あげといて今度はデビューしたてかよと思うんですけれどもいや本当にねデビューしたての頃のエヴァンスもいいんですよもうある意味結構ねその後いろんな変遷遂げて様々な表現力の広さみたいなものをビデマス獲得していくんですけれどもまだこのキャリア初期の硬いエヴァンスちょっとねトリスターノの影響を受けているちょっと硬めのですね知的なニュアンスと何て言うのかなまだ あのほぐれきっていないピアノっていうのが私結構好きでですねそれを代表するのがこのグリーンドルフィン・ストリートの演奏なんじゃないかなと思うんですねでしかもリズムセクションがね。 あのチェンバースですから、ベース、ポール・チェンバースですね。マイルス・デイビスの当時バンドにいた。あとフィリー・ジョー・ジョーンズですから、ドラムスね。あの、当時、マイルス・デイビスのバンドにいた。みたいなね。その、マイルスの黄金のリズムセクションと言われたね。あまあ、レッド・ガーランドがピアノですけど、レッド・ガーランドじゃないトリオで演奏されるとこんなにも硬くて緊張感のなる、締まった演奏になるのかってびっくりするぐらい雰囲気変わるんですけれども、ポール・チェンバースの場合もですね、スコット・ラファローのようにこうメロディーでどん,どんどんどん絡んでくるタイプじゃないですね。あの どっちかというときちんと堅実にラインを1234って奏でるフォビと奏でるタイプなんですよ。でフィリー・ジョーもかなり暴れん坊ですごいジャズな雰囲気を濃厚に振りまくドラマーではあるんですでも基本的にはあのエルヴィン・ジョーンズみたいな感じあとはジャック・ディジョネットみたいな感じでポリリズムを叩きまくるようなタイプではなくてですね 割ときちんと4は抑押さえた上での4つ,を4つ刻みをした上での暴れん坊みたいなところがあるんですね。だからリズムセクションは割と堅実に4ビートを刻んでいるんですよ。だからいいんですよ。堅実に4つを刻んでいる上でビル・エヴァンスの微妙なタイム感、リズム感みたいなもの。あときっちりとした安定したリズムの上に乗っかるからこそですね、ビル・エヴァンスのちょっと独特なこのハーモニー感覚みたいなものをじっくりとですね、 プリと味わえるというのが、この初期のグリーン・ドルフィン・ストリートに収録されているアルバム。曲群なんですが、その中でもやっぱりね、群を抜いて、私好きなのが、やっぱりユ・アンド・ナイ・タンドのミュージックなんですよ。だって、いきなり冒頭のチッキッチッキッチキって、あのね、フィリー・ジョージョンズのハイハットの音だけで、もう世界ですよ、世界。いきなり、もう最初の一秒か二秒で、チッキッチッキって、あのチッの音で。 もうあっちの世界行っちゃいますよ、こうビル・エヴァンスの世界というかね、ね彼らが3人のトリオが作り出す独自の独特なですねちょっとストイックな感じの世界に引きずり込まれちゃいますよね、それで、あのー、ハイハットのイントロが始まるッパっパッパッパぱって、ちょっと慎重にですねためらいがちに、だけどしっかりとした骨格を持って、ワウンでテーマを奏でていくビル・エヴァンス、この緊張感がたまらないんですよね。 でアドリブで、まあ、ビデマンスお得意のちょっとスケールライクなトゥルルルトゥルルルってあのアルペジオみたいな感じでアルペジオというよりはもうスケールですよね上昇してパララダラダララララって上がっていくのが突拍子もなく現れる突拍子もなくはないんですけれども、まあ、ちょっとアドリブのムードを変えるところで現れたりとかもしてですねそこがまたとても硬くていいんですよね。ちょっとほぐれきらない 硬さみたいなところがねやっぱり聞いてて身が引き締まる緊張感みたいなものを覚えるんですよね。なので、えー、私はやっぱりこの「You and i g h t and Music」気を引き締めたい時にはよく聞きますよね。 まあ、本当に2番目に選んだコンセクレーション・ザ・ラストとは全く逆なんですよ、ね、あのコンセクレーション・ザ・ラストも大好きなアルバムででもこの情熱の赤だとすると色に無理やり例えるともうこっちは本当にクールにクールで、ね、本当に青ですよね単純な例えですけどねでもやっぱりジャケットのムードがこのムード朝,朝もやがかかったジャケットなんですけれども朝。 すごいいみたな、ちょっとね場所はニューヨークかどこか分かりませんけれどもでもまあニューヨークあたりだと思うんですけれどもそこのちょっと冷え切った澄んだ空気みたいなねピリッとした空気感みたいなものを感じさせる朝なのにあなたと夜と音楽となんですけれどもでもそのちょっとひんやりとだけど ピシャッと身が引き締まるような空気感みたいなものをこのあなたと夜と音楽とのビル・エヴァンスのピアノ並びにチェンバース、フィリー・ジョーのピアノじゃないやフィリー・ジョーのドラムは醸し出しているのでおすすめでございます。未聴の方はね、ぜひ耳を通してほしい演奏だなと思います。やっぱりスコット・ラファローたちとね、やっていた頃のビル・エヴァンスの演奏とは ちょっと雰囲気違うんですよ。でも確実にエヴァンスなんですエヴァンスしてるんですよ。もうこの頃から。素晴らしいですよね。なので、えー、語り出すとこれ以上また長くなってキリがないので、えー、これぐらいに今日はしておきたいと思いますけれども、もう一回ちょっとおさらいしますと、私が好きなビデオマスの演奏、まあ、第5位がですね、ソーファット、マイルス・テビスのカインド・ブ・ブルーより。で、4位が、 グロリア,ロリアズステップテイク2サンデーアットザビレッジバンガードですねでファッツニューのストレートノーチェイさーがベスト3そしてコンセクレーションザラストのサムでマイプリンスウィルカムそして1位がですね You and Night and m u ですねグリーンドルフィンストリートというアルバムに収録されておりますこれが現時点でのですね、えー、2020年の 6月現在の私が好きな、えー、ビル・エヴァンスの演奏5曲でございます、えー、皆さんがお好きな曲は選ばれておりましたでしょうかでもし、えー、こんな曲もあったんだちょっと聴いてみようかななんて思われた方はぜひ聴いてくださいそれでいいなと思っていただければ幸いですということで長くなって大変申し訳ございませんでした、えー、今回は私が好きなビル・エヴァンスの5曲をご紹介させていただきました,また 他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。